女性による女性のためのミニコーナー、もっと美しくなりたい。小竹芸能が誇る美女軍団が誰もが気になる美について調査します。番組でも大変お世話になっている大阪生野区の山本化学工業さんでいろいろとお話を伺いました。山本化学工業は特殊ゴムを使ったウエットスーツや競技用水着などを開発している世界的なメーカー。中でもバイオラバーを使った製品には医療機器もあるんです。現在は美に関する商品も積極的に展開しています。そんな世界的な企業の社長である山本さんにフェイスケアについて現在開発中である新商品の話を聞かせてもらいました。やっぱり気になるのはフェイスケアなんですよね。お肌もいっぱい悩みがあるんですけど、なんかいいアイテムってないんですか？今ちょっと実は研究というか開発中のものがあるんで、ちょっとお見せをしましょうか。一足お先に、ね、一番早くこれなんですけどね。地味ですね。綺麗やな。まあまあ確かに、ね、商品っていうから。確かになんかもっとこうスプレーとか、うん、なんかねこうコロコロするものとか、うん、そういうものかと思ったら、うん、布ですか？この布の中に実はこういう風に赤外線の出すバイオラバーという素材が実は入っている。私たちもどれくらい美に追求してると思ってるんですか？そうですよ、こんだけやったか。一日色朝から塗ってやって夜もやって、うん、これから私たち何かこの開発に手伝えることないですか？いやいや、この中地味ですからね。もうぜひぜひぜひ皆さんに手伝ってもらえればもう我々は非常にありがたいし。いいんですか？いやいや、もうお手伝いしていいんですか？やった、本当嬉しい。まずはやっぱりじゃあデザインですね。そうな、パッケージとかね、うん、あとなんか入れるこう専用の袋があったりしてもいいかもしれない。いっぱいアイデア出てきます。あとはもう一つ、それプラスどういう説明を、ね、すれば、まあ、皆さんがこう、ね、ときめくというか、うん、いや使ってみたいなって思うかっていうね、そういうことも含めて、うん、ぜひそれはお手伝いしていただきたい。やったー、ぜひね、たくさんの女の子にねこの魅力知ってもらいたいもんね、うん。新商品開発のお手伝いを任された3人、早速今後の展開について会議をすることに。あの商品、まあ、私たちね、うん、初めて見させてもらって、うん、本邦初公開ってわけですよ、あの開発途中の、うん、すごい。でこれから商品化していく、うんうんうん、そうね、まず手に取ってもらえるようなこうアイディアと、うん、ネーミングとつけていかなあかんということや、うんうん、お風呂に使ってほしいとか言ってましたよね、うんうん、あお風呂でも使える、うん、シルクやったらダメですよね、うん、まあ、やっぱりコストも大事やん。そう、シルクにすると多分金額とかも決まってないけど、それだけですごい高くなってくるやん。確かに。でも着せ替えとかどうですか？なんか袋別売りとか、シルクの袋があったり別の布、なんかお金ない人はちょっと汚い、お金ない雑巾みたいな。汚い雑巾、なんで雑巾やねチョイスしたんやってことはあんまりその生地とか大きくない方がいいんじゃないですか？できるだけコンパクトに、うん、コンパクトね。でもいい素材やけど、うん、そんなに高くないって、うん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 、デザインも大事やもんな。そう、デザインむしろ一番大事かもしれない、うん、ハート型にするとか。あ、かわいい、かわいい、あ、それいいかも、うん、あ、ハートいいかも、使いやすそうやし、うん、めっちゃまともな意見やな、まともな意見、芸人と思われへんぐらいまともな意見。いや、そうやね、芸人としては0点やったけど、うん、ゼロ点やったな、ゼロ点やったけど、うん、ピンクとか赤とか、ピンク好きやしね、うん、色違い、いい、いい、うん、これからも考えていかなきゃな、うん、形にしていかないとな、うん。